注意、この動画はゆっくりと喋ります。本動画で紹介される内容は普段 Twitter で話している内容を簡単にまとめたものです。地域や品種によって育て方が大きく変わるので、参考程度にご覧ください。皆さんお久しぶりです。本気農業第28回始まります。お久しぶりです。今回は遅刻せずに動画投稿できました。褒めてください。はいはい、偉い偉い。今回は冬の準備とイチゴ収穫です。まず、昼間の日の出、日の入りが短くなり、日照が少なくなったので、電照処理を開始しました。11.20 から。大恩寺ファームで育てている、紅ほっぺ、は冬場でも受精、育つ勢い、が強くて電照は必要ないと、言われていますが、ハウス周辺が山に囲まれているのと、寒い地域なので1日15分から60分光を当てます。自分の地域に合った栽培方法を毎年試行錯誤です。それでは、12月にやった作業解説です。10月に植えた親苗が大きくなったので、隣の空きスペースにランナーを固定しておきます。このまま夏まで育てれば、両方とも同じくらいの大きさまで育って、子苗をたくさん作れます。次にマルチをかけて、ワイドの乾燥と雑草を防ぎます。次に、苗かごの隙間にランナーが入り込まないように広めのマルチを固定します。水がたまらないように、細かい穴を開けているのがポイントです。次は、水やり用のため池掃除です。汚水ポンプを使って水とヘドロを外に出します。およそ11トン水を貯めることができます。ヘドロをかき出すときに土壌を見つけたので、近くの水路へリリース。次は、石油ストーブの改新交換です。3から5年使ったら交換しましょう。当地域は、マイナス15度程度まで下がるので、水やり設備が凍結して破裂しないよう温めます。ポンプ室がマイナスにならないように、最低限の火力にするのでできるだけ火を小さくします。次は、モグラとの戦いです。今年はハサミ罠をたくさん仕入れたので、モグラが通りそうなところに仕掛けております。残念ながらニンニクを植え付けても根を壊されてしまいました。なかなか強敵です。前回のコメントで、イチゴ適用の農薬をニンニクにかけてもいいか、というコメントがありましたが、自家消費なら適用外の農薬をかけても自己責任なのでギリギリセーフです。間違っても販売してはいけません。次は、芽なし株の捕食です。イチゴは花が出てきた後に、葉っぱ3枚出てきて美味しいイチゴになりますが、芽なしになると花がたくさん咲いて、葉っぱが出てこなくなります。葉っぱが出てくるところを芽という。葉っぱがなくなっちゃう異変を芽なしって言うんですね。芽なしになると収穫量は減るし、まずいイチゴが商品に混ざるので、見つけ次第除去します。隅っこから新しい芽が出てくればラッキーですが、時間がかかるので、栄養ドリンク瓶に生け花して、横にランナーを刺しておきます。この時、生け花用の液肥を使っています。昨年たくさん芽なしを出したので、リベンジです。その他に、6センチポットにランナーを受けて予備苗にしておきます。竹串で転倒防止、この時針金で固定するので、錆びて土に変える、回収する必要がありません。昨年2月に芽なしが多かったことと、4月に親苗を寒さで枯らしてしまったので、12月のうちに保険を用意しておきます。このまま収穫もできるの一石三鳥です。そんなこんなで、イチゴが色ついてきました。前回作った枝折れ防止がいい仕事しています。おかげで、こんなに大きいイチゴがぶら下がっても大丈夫です。収穫が始まる前に、パックの底に敷くプチプチシートを2万枚、カッターとハサミで切り分けます。2万枚業者に頼むと4万円とで、見積もり。暇な時期なら自分でやってもいいけど、お金で時間を買うつもりで発注してもいいかもですね。今年も頑張って儲けましょう。車の2台も滑り止めクッションシートを敷き詰めて配達準備です。ついでに、エンジンオイルとオイルフィルターも交換して、準備 OK です。あとはイチゴを収穫するのを待つばかりですね。そしたら出ました、またネズミです。これでは商品になりません。毎年嫌になっちゃいますが、すぐに反撃です。毒餌を作ります。エンドックス 60g クズ米 600g ドッグフード 600g をビニール袋に入れてシャッフル。小皿に入れて、残りは袋を縛って保存します。少なくなったその都度補充します。というわけで、14.5 クムのネズミちゃんをゲットです。毒餌を使って、食べられる被害が止まったので、全滅したと思います。アーメン。一難去ってまた一難、今度はホコリダニの被害です。最初アザミウマの被害に似ているので発見するのが遅れました。アザミウマは、果実が硬くなる傷をつけて実をダメにしますが、ホコリダニは果実と葉っぱをダメにします。幸い被害の数は 1% くらいなので、すぐにお薬を使います。膨らまない果実を見つけたら、近くの葉っぱが変な形になっていました。
これがホコリダニにやられた葉っぱです。すぐに薬をかけるか、株ごと撤去です。そしてまたトラブルです。どこかで水道管が破裂したので、水路が水浸しです。なんとか見つけましたが、イチゴ株の真下にある管だったので、畝を壊して直します。ユニバーサルジョイントという継ぎ手パーツを使って応急処置。今作が終わったら、この水道管を地下から地上に改良してトラブってもすぐに直せるようにします。水漏れがあるたびに畝を壊していたら、イチゴがかわいそうだからね。どんどん改良していきましょう。壊した畝とイチゴ株は元に戻しておきました。12.17日、やっと初収穫です。今年もイチゴのシーズンがやってきました。これから、6月上旬までたくさん収穫しましょう。今のところの値段は、左の 250g 普通パックは600円、1月中旬から500円。右の 400g 不揃いパックは700円、1月中旬から600円の予定です。昨年と変更なし。今年は昨年より2日遅い初出荷でしたが、株の仕上がりがいい感じに育ったので、昨年より多く収穫できそうです。あとは、天井掃除に使う専用はしご作ったり、直売所の準備を進めました。年末年始に寒波が来るそうですから、皆さんご注意ください。それではまた次回です。3月くらいに収穫の進み具合と、2020年の確定申告を投稿予定です。果たして今年は儲かったのか、乞うご期待。最後にウサギ動画をどうぞ。皆さんまた次回です。風にご注意ください。バイバイ。